ベーナの早川博之です。豚ヒレ肉のカツレツカプレーゼ添え、ジェノベーゼソースという料理をやろうと思います。この料理は豚のヒレのカツレツ、とても柔らかくジューシーに仕上げるのを意識して作りました。カツなんでちょっと重たいイメージになるので、イタリアを代表するカプレーゼという前菜、トマト、モッツァレラ、チーズ、バジルを使うんですが、そちらを添えてさっぱり食べていただけるように仕上げました。バジルのソースを合わせてお召し上がりください。豚ヒレ肉、下味の塩、パン粉をつけるための薄力粉、溶き卵、あとパン粉ですね。パン粉は、粗いものでも細かいものでも好みで変えてもらって大丈夫です。揚げ油、サラダ油です。トマトは今日はプチトマトを用意してますが、プチトマトとかできるだけ糖度の高いトマトを用意してください。モッツァレラチーズはこれは普通にスーパーで売ってるやつです。今日はちっちゃいのを用意してますが、もう少し大きめのやつを刻むのでも構いません。バジリコ、フレッシュのものと、あとは松の、あとはすりおろしたパルミジャーノチーズ、あとは、オリーブオイル、お塩、以上です。スーパーで売ってるものを見かけるのはもう掃除されてるものが多いと思うんで、まあ参考程度にぐらいで見といていただければです。でこの子の紐をまず取り外します。余分なこう油というか、でもいいですね、いいと取れるんで包丁で切らなくても取れます。ヘレサイドと呼ばれる部分ですけど、ここを落としちゃいます。とここもヘレサイドで落とし、で一番大事なのはこの油とかは全然食べれるんで、ついたままでもまあいいっちゃいいんですけど、今日はカツなんでさっぱりさせたいんで全部取っていってます。ここは絶対に取ってください。筋の部分をつけたままやと火が入った時にキュッと縮んじゃうんで、取っとく必要ありです。こんな感じです。大きめの一口カツみたいな感じで切っていこうと思います。こう繊維がこう走ってるんで、それをこう立つように、あんまりちっちゃく切りすぎるとこうせっかくの柔らかい部位かつジューシーな部位なんで、そのジューシー感が得れるためにだいたいこれぐらいですね。下味していきます。お塩だけです。ここにあの次パン粉もつくんで、そのパン粉の層で味がちょっと薄くなるんで、ここは若干きつめに塩をしといてもいいと思います。ではパン粉付けしていきます。まず最初に薄力粉、これをお肉に叩いていきます。これ剥げてる部分で切るとどうしてもそこから油が入って直に火が入ることになるんで、一番最初のまあ薄衣みたいな感じなんで、まあ割かししっかりつけてます。揚げてる部分がないようにちゃんと隅々までつけてください。次は卵とパン粉つけていきます。これも揚げてる部分がないようによくよくくぐらして、ヒレとの相性はこのしっかりした粗めのパン粉の方がいいと思ってるんで、これにしてます。少しこれで常温に戻そうと思うんですけど、上の部分にも最後パン粉をかぶしておきます。そしたら揚げません。僕あれですからね、選んでこの髪型してます。さっきから揚げませんって連呼してて、揚げが揚げませんって言いまくってるわって思われたらどうしようと思います。です。乾きすぎてる場合はちょっとだけ霧吹きとかで水気をパン粉に持たせてやると、油に入れた時にこの水分が一気にパッて蒸発するんでサクサクっと上がるんで、カプレーゼに使うトマトを、湯むきしておきます。もちろん皮付きでもいいんですけど、どうしても
その大きいトマトになるとちょっと口に残るのが気になるんで、その一手間で一気にご家庭が専門店っぽくなるんじゃないですかね。お湯に落とします。ポコポコ湧いてるぐらいです。あんまり湧きすぎてるところに入れるとトマト火入っちゃうんで、ここで火入れることによってちょっとだけ皮と身の間に隙間ができるんで、もう10秒です。それぐらいです。また氷水に落とします。この切り込み入れてるところからツルンと剥けるんで、湯がきすぎると周りがほんまにブルブルになっちゃうんで、それだけそうならないように注意してください。特に、こう切った方が美味しいみたいなのは細かくはないですけど、切る際にこの中の果肉の美味しい部分があまり下にこう流れ出ないように、これをこう薄くスライスとかしてしまうと、せっかくの美味しいこのジュースがどん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 まな板に吸い取られちゃうんで、こぼれ落ちないように切っていくといいと思います。ジェノベーゼソースですね。それのバジルを湯がいていきます。せっかくなんで彩りを重視して、まあ別に風味を飛びすぎるわけではないんで、湯がいてやろうと思います。で、バジリコ 50g なんですけど、逆に湯がきすぎると色が悪くなっちゃうんで、湯通しそんなレベル、それぐらいですぐに氷水に落とします。このまま中温でほっとくと色悪くなっちゃうんで色止めしちゃいます。この後あんまりつけっぱなしだと水っぽくなっちゃうんで、もう色止めして触って消えてたらすぐ揚げちゃいます。で、水気をキュッと絞っておきます。ジェノベーゼ仕上げていきます。先ほど湯がいたバジルそのまま入れます。生の松の実10g 入れます。で、松の実は有塩でも無塩でもどちらでも大丈夫です。パルミジャーノのすりおろしたもの、ピストラバージンオリーブオイル、こんな感じで、こんな感じでソースになってきたんで、ソースは完成です。頑張っておろしてると大体これぐらいの状態のソースペースト状になります。カツを揚げていきます。じゃあ一気に入れます。油の量とその揚げるものの量とによって一気に入れるか3つずつぐらいがいいかとかっていうのは変わってくるんですけど、今日は、肉 200g なんで、まあ一気に入れてもそんなに温度は下がりすぎないんで、今日は約30秒経ったんで揚げていきます。この状態ではそんなに色づいてるわけでもなく、で一度揚げは、大体1分ぐらい揚げます。これが1分後の状態です。少し色づいてるぐらいですね。ここで大体ここから約10分ほど休ませます。盛り付けの飾り用のバジリコのフリットを作っておきます。あんまり入れておきすぎると色悪くなっちゃうんで、2面さっとシュワシュワ出てる気泡がなくなってきたら揚げ終わりです。約10分経ちました。この10分経った状態で余熱でやんわり暇いいロゼと言われる状態、やんわり優しく火が入っている状態です。でもこのままやと衣がちょっと頼んないのと、低温で揚げてる分油切れが悪いんです。ちょっと油がベタっとしてるんで、なんで最後にここで180度高温で揚げていきます。
ほんまは5つ1個一気に入れても大丈夫なんですけど、ちょっと色づくのが早いと思うんで、今回は2回に分けていきたいと思います。もうここからは本当に早いです。パン粉の水分が抜けて色づけば OK、 まあ、大体まあ 2,30 秒ぐらいじゃないですかね。もう温度が高い分超えちゃうと一気に色づいちゃうんで、それだけ要注意です。はい、これでカツは完成です。盛り付けていきます。最初にこのバジルのソースを入れていきます。止めるようにトマトと、はい、これで完成です。